どうもキスミです。今回は物理的に手を染めてみたいと思います。手を染めるとは関係を持ち始める、手をつけるという意味ですが、最近では悪いことをした時に手を染めるという言葉を使います。ということで手を染めるのに興味が湧いたので、今回は物理的に手を染めていきます。ではまずテキストドキュメントから手を作成します。なんだかクロートっぽい手ですね。それでは作成した手から立体を作っていきます。なんだか巧妙な手口を使いそうな手ですね。人を殺めるのを手慣れていそうです。作った手を 3D プリンターで形にしました。なかなかいい感じの手ですね。まだ底面に土台がついているので剥がしていきます。これで手の完成です。私の手と比べると非常に小さなサイズですね。可愛らしくて赤子のようです。そして今回は染めるためにこちらを用意しました。ミスターカラーです。中を開けてみると真っ赤っかですね。誰かの血液を集めたかのような色をしています。それでは役者が揃いました。つまりこのミスターカラーにこの手をつけて手を染めるということです。それでは準備していきます。ミスターカラーくんの蓋を開けて机に置きます。次に手を用意してミスターカラーくんに入れます。おれよし、ミスターカラくんの中に手が沈んでいきました。こいつは今この赤い液体の中で手を染めています。それではこのまま10分ほど放置していきます。10分経過しました。ピンセットが見当たらなかったので毛抜きで取っていきます。うわ、これはすっかり手を染めてしまいましたね。まだこれ滴っているほどです。こいつとんでもないほど返り血を浴びてますね。一体何人殺めてしまったのでしょうか。ですが彼にも更生のチャンスがあります。洗ってみましょう。ということで水を用意しました。この水を使って罪を犯した手を浄化させれるかもしれません。おれー。残念ながら染まった手を落とすことはできませんでした。足は洗えても手は洗えないということですね。一度染まった手は洗うことはできません。罪とともに生きていかなければならないということですね。ほんじゃあさよなら。